2011年3月13日、JR グループのダイヤ改正まであと1ヶ月となりました。今回はこの改正で見納めとなる列車の再確認リスト的な動画です。それでは参りましょう。まずは北海道、7両編成で走る特急北斗、6両編成の特急大空です。ダイヤ改正後は減車されて、どちらも5両編成になってしまいます。予定が変更されて、北斗、大空ともに、3161系で運転する分は、ダイヤ改正を待たず、3月1日から減車されるようです。ただ繁忙期などには増車されるそうなので、早急案件ではないですね。続いて東北、JR 東日本管内から、ついに日40系が引退となります。小賀線に EVE801系、五能線と津軽線に GVE400系が増備され、日40系で運転していた列車を全て置き換えます。これで日40系が残るのは、北海道、富山、北近畿、中国地方、徳島、九州となりました。こうして見ると、まだまだ乗れる場所はいっぱいありそうですが、寒冷地で消耗も激しい北海道は、北海を早めに進めたいでしょうし、徳島の日40系は、基本朝夕のラッシュ時間帯しか出番がなく、四国からはいつ消滅してもおかしくありません。続いて、185系と215系です。ダイヤ改正で、日中の特急踊り子、および朝夕の東海道本線ライナー列車は、電車 E257系での運転となります。春の臨時列車で、185系が充当される列車の発表がありましたので、ダイヤ改正後も185系に乗る機会は残されています。ただそれらは短い6両での運転で、ムーンライトながらも運転終了なので、長い編成の185系に乗れるのはダイヤ改正までとなりそうです。215系に関しては、臨時列車、夕山梨号の設定もないみたいなので、ダイヤ改正後は特急になる、湘南ライナーが乗り納めとなります。北陸エリアでは、七尾線の413系と415系が引退となります。413系は愛の風富山鉄道にも、5編成15両が残っています。415系は九州に行けば、まだまだ割とたくさん走っています。特に関門トンネル、下関も時間は415系しか来ません。同じ JR 西日本、和歌山エリアでは227系の運用エリアが広がって、飯田辺新宮間の105系が電車置き換えとなります。105系自体は、偉大なる国鉄山口管内の宇部線、小野田線、他に広島県の福塩線電化区間での運用が、ダイヤ改正後も継続されます。四国では、2000系機動車による特急南風、四万との運転が終了となります。高知より先、土佐黒潮鉄道の中村、福茂までのリーベル特急足栗や、愛媛県の特急和解には残りますが、これらはいずれもグリーン車なし編成。2000系のグリーン車は、ダイヤ改正までで乗り納めとなります。その他、この春の引退ではありませんが、上越新幹線の2階建て新幹線 E4 系は、秋頃の引退が発表されていますね。大村線の P66、67型も明確な引退日程は発表されていませんが、昨年のダイヤ改正で YC1 系投入後、一気に数を減らしています。YC1 系は昨年8月と12月にも追加投入され、大村線に残る P66、67型は6編成12両にまで減ってしまいました。この春のダイヤ見直しでも、YC1 系が6両、追加投入される予定です。これによって引退する P66、67型の車両数はまだ不明ですが、ほぼ間違いなく、2021年度中には電車の置き換えが完了しそうですね。以上、2021年3月の改正で見納め、乗り納めになる車両、列車でした。皆さんはどれを取りに、そして乗りに行きますか？